はい。どうも、ライスゲームズのライスです。今回はですね、攻略をね、皆さんにね、教えて差し上げようかなと思っております。まあ、なんて言うとですね、前回のこれを多分初めてやって、いいとこまで行って、シューってやめたと思うんですけど、そっから、詰んでしまいまして、ドラゴンがいるんですけど、そのドラゴンの、頭3つあるんですけど、頭1個でも壊すと大変なことになってしまって、まあそれはね、おいおいね、ちょっとやりながら言っていこうかなと。だからね、攻略をね、まずはね、操作しながらね、教えていこうかなと。これのゲームの攻略法が YouTube に載ってないんですよね。だから、俺がね、やっていこうかなと。まず、攻略法としては、まず、はい、これ、餅ね、餅。まあ、リングなんですけど、このリングを持って、まずは、あれですよ。もう、剣とかいらないっす。剣はいらない。最初に剣はいらんで、このね、墓を、まずは、もう敵を倒さずに、囲んでいきたいと。まず、この作業からをどんどんやっていくと。敵をね、基本的に殺しちゃいけないんで、もう、死んでもいい。もう、死ぬ覚悟でこのゲームはやってください。もうどんどん死んじゃっていいです。もう死ぬことこそ美学ぐらいの勢いで、もうどんどんやってください。で、あれ、これレベル上がっていくと、あれなんですよ。魔法で、ブロックを壊せるようになるんですよ。なんで、まあ、積むことはほとんどないんですけど、何が積むんだっていう話だと、いや、積むのはですね、敵、パワーストーンがあるんですけど、パワーストーンがものすごく取るのがめんどくさくなるんですよね。ドラゴン頭1匹倒すと。なので、まあ、それ積む前に、まあ、とりあえずこれで囲みまくって、僕、あれなんですよね、その前に、囲む前にですね、全部敵を出しちゃったんですよ。一回囲んだんですけど。なんでかって言ったら、レベル上げたら攻撃力も上がるかと思って、やったら全然攻撃力が上がんねえじゃんと思って。で、調べたら、防御力が上がる。いらねえと思って。じゃあ意味ねえじゃんと思って、もうでも全部解放しちゃったから、もう最初からですよ、もう完全に。よしよし。じゃあとりあえず、ここはいいとして、これ、しかしね、これコントローラーのね、これが効きが悪いんだよな。あとは、まあ、一応パワーストーンも集めつつやりたいんですけど、まあいいか。とりあえず、これをどんどんやっていくと。これで、こいつらを倒せば、こいつら出てこないという感じで、どんどん、固めていく攻略ですね。では、やっていきまーす。よーし。おそらくですね、墓を、まあ、敵が出てくる墓をすべて埋めたと思います。で、宝箱が、なんか、いっぱいあるところも、埋めないといけないんですけど、まあ、そこもね、埋めたんで、一応ね、パワーストーン取って死ぬというね。よし。こんだけあると、あとはね、剣を取っていこうかなと思っております。よーし、剣の取り方はですね、2通りあってですね、右上に餅を持っていくか、右下にあるワープを使って、運ゲーで取るという2パターンがあるんで、まあ、僕今回餅をどっかで落としたんで、ワープ、このワープを入って、はい、取っていきたいとね、思いまーす。これ結構、なんかワープはランダムっぽいんですけど、たまにランダムじゃない時があるんで、なんか2回に1回ぐらいここに着くんで、まあめげずにここに来れば、大体大丈夫です。
であとは、パワーストーンを取ってでここで自滅えい、オッケーで自滅した状態でこれ自滅セレクト A スタートを押してセレクトスタートボタン A で自滅できるとでこの状態で敵をボッコボコにしていくもうこの時点で3つ取ったぐらいで多分スケルトンとかクモとかボッコボコにできるんですよでボッコボコその前にボッコボコにしてしまうと敵がワンサカ出てくるんですよなのでまあこんな感じで固めた後に敵をボコボコにしていくというねよしパワーストーンを取りながら、ボコボコにしていきまーすでその前に俺リングとかやったかなリングを持ってもう家をちょっと動かしてまあ回収しながらなんだ敵を倒していくというねもうボッコボコですよもうボッコボコとりあえずパワーストーン取って自滅したいんですよねどんどん自滅したいほらはいはいお疲れそしたらこんな感じになるんですよねでこっからも出てこれなくなってで下のうわこれ斜め攻撃がうざいんだよなこれはいで下のところ上と下でルートが分かれてるんですけどこの下のところもしっかり埋めていきましょうこの斜め移動を相手するんで斜めのところもしっかり塞がないと出てくるのでこんな感じできっちりすればもう来ないんで敵がこれもしっかりしないとおなんか出てきたなあれこいつも多分倒せると思うあ倒せんか無理かあごめんなさいごめんなさいごめんなさい言ったら許してくれるんでまあ許さないけどな俺はボーンで意外と経験値上から3番目の数字が経験値なんで、経験値はね取った方が一応B をしたら魔法が使えるんですよ多分1000ぐらいからかな魔法が使えるんで一応経験値も、ちょくちょく集めた方がいいと思いますねただコインだけは取る必要は全くないんでこのゲームほんとこのゲームコインだけは取る必要ないまあコインは何人いるかって言ったらまあなんか防御力とか HP を上げるんですけどあと相手の攻撃とかを一回無効化というか10ぐらいにしてくれるんですよねそれはいいんですけどあここまだあったやんうわー あのスライムみたいななんかなんか、ヌメモンみたいなやつ。あれ結構強いんすよね。うわー、ここまであったよ。うわー、こうなるんすよね。あれ結構強いんすよね。まあ強いけど、まあ大したことないんすけどね。とりあえず、パワーストーン取って、あー、はまったはまったはまった。あ、死んだ。うわー、またリング取って、右下のところやったな。くそー、全部埋めてなかったか。埋めてないとえらいことになるからな。先に埋めよう。いやー、ストーンどこやったリングどこやった俺、落とした俺、バカチーン。あ、パーソン先取っちゃおう。クモはとりあえず倒していいんだよ。はい。よし、これで一回自滅するか。はい。これ自滅ね、すっげー大事。自滅、最初知らなかった時は、わざわざ敵に殺されよったもんな。よし、オッケー。クモは殺していい。で次のね、ヌメモンみたいな、あのスライム的なやつを殺しちゃうと、次また強いやつが出てくるんですよ。そうなると、めちゃくちゃ厄介なんで、あ、これ取っとこう。この魔法のこの瓶もあんまり取る必要ないというね。あんまないんで、別に取らなくてもいいかなーっていう感じ。うわー、あいつが強いんだよな、ほんとにもうね。俺、リングどこやった、まあ、リングがないときは、あの、さっきのワープゾーンに行って、運ゲーで取る。さっ。お、よーし。まあ、だいたいね、運で取れるんですよ。はい。で、これで自滅と。はい、自滅。あ、ポーズを押してセレクト A でもう自滅ができますね。よし。OK。で、右下ね。右下のところやったかな。ちょっと先に墓をちょっとあれするか。よーし、オッケー。
あとはこいつを殺していくだけ。もう大丈夫と思うんだよな。これで大丈夫じゃなかったら俺もう発狂もんですよ。これ死ぬんじゃない？これ死んじゃうね。うん、まあ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 、もうね、もういいと思うよ。もう大丈夫大丈夫、いけるいける。あとは殺しながらでいいと思うけどね。あとはパワーストーンどんどん、あ、これ家持っていくか。家持っていかんでいいか。パワーストーンそんなないもんな。上のマップはあんまりパワーストーンないんですよね、実は。なのでまあいらんか。取ったら自滅して、取ったら自滅しての繰り返しでパワーストーンをどんどん圧していくんだけど、なーこいつがねー、死ねー、よし、オッケー、もういない。おーらね、あのね、ボンバーマンみたいなやつ、めっちゃボンバーマンに出てくるやつめちゃくちゃ強いんだよな。最初は後半クソ雑魚だけどな。とりあえずパワーストーンを、これパワーストーンゲームなんですよ。これパワーストーンを取って、まあ、大体600万とか、全部このフィールドのある全てのパワーストーンを取らないとお話にならないというね。そうしないとドラゴンをぶち殺せないんで、それが問題なんですよね。で今度パワーストーンを取っていきたいかなと。でパワーストーン全部取った後に下に行こうかなと思っております。今8点ね。よし、じゃあどんどん取っていきます。敵はどんどん殺していきます。もういないからね。ほらね、あいつべーかってね、もうね、言えるほどに。よーし、で、パワーストーンを取りまくった後は、多分全部塞いでるので、下に行けない状態になってるんですよね。下に行けない状態になってる、どうすればいいかと。そんな時はですよ。まあ、ジャンプ、数字の、数字の上から3番目、830ってなってると思うんですけど、それを1000にすればジャンプができると。で、さらに上げていけば、なんかブレイクみたいなコマンドが出るんで、それが出るまで、このゲームはね、レベル上げをね、ちょっとしないといけないんで、このワープゾーンに行って、宝箱、お、鍵がある。鍵あるな。お、運がいいぞ。これたまに幽霊さんが鍵を持っていくんですよね。本来あったところの鍵をこいつが勝手に取っちゃうんですよね。あ、こいつは、これ倒せる、倒せる、倒せる。お、いけるいける。これでジャンプが使えるようになるとね。これジャンプで、まあランダムで、なんか変なところに行くと。あ、いいね。あ、しかもここめっちゃ空いてるやん。だからこういうところで、まあレベル上げをすると。うん。っていうわけですよ。お、いいね。なんか自滅すると経験値がどっか行っちゃうんで、結構敵おるな。ここがどこかっていうと、ここ下のところなんですよね。だからここは結構オープンなんで、で鍵取れねえじゃん。オープンなんでね、あんまり敵を倒しすぎてもいけないというね。まあ倒してもいいんですけど、全然。いけるな。ういでも、上のパワーストーンのやつは全部取っちゃったんで、ちょっとね、家をここまで持ってきて、パワーストーン、ここのパワーストーン全部取っちゃおうかなと。ほんとね、笛が欲しいんですけどね、パワーストーンをとりあえず集めないといけないんで、多分左上かな。まずマップをね、このゲームをね、覚えることが大事なんですよね。こう左上なんだ。うわ、結構遠いな、家遠いな。このコインがいっぱいあるところの左上、結構遠いぞこれ。家結構遠いと結構きついんですよね。でこっから家を動かした後は自滅をするとすごいめんどくさいんで、もうできるだけこっからはしないようにいきたいと思います。こっから別にね、うん、そんなにカットしなくてもいいかなという。とか今日寒いなぁ。今日めっちゃ寒い。めっちゃ寒いのに、さっきまで暖かかったから、半袖半ズボンでやろうみたいなね、思って、うわさ、あいつ、あの幽霊がめっちゃ勝手に取っていくんですよね。うわ、家ミスったなぁ。これ家ミスると一回死なないといけないから、
こう4つブロックが4つあると絶対あのもういけなくなっちゃう。うわこれコイン邪魔だな。これコインがあるとコイン取れないんですよ。コイン取っちゃう。はい、でこれ取って、よし、いいぞいいぞ。もうこのボンバーマンも、まあ、実はもう倒せるんですよね。倒せるんだけど、一回開けちゃうと、またあの閉じ込めるのめんどくさいんで、まあまだいいかなと。よしよし。お、パーストーンあるじゃん。ラッキー。こう通りがけにパーストーンとか最高ですね。あ、まだ取ってないのあるじゃん。全然嘘つきやん。しかも右側だし、場所間違えたし。これ右なんですよ。俺が目指してるところ。この、宝箱の山の右側。でももう2万8000あるんで、もうある程度の敵は倒せるんですけど、これ死んじゃうと家をまたここまで持ってこないといけないんで、もうほんとできるだけ死なないようにしたい。もうこっからはね。はい、幽霊ね、バイバーイ。この幽霊がね、ほんと鍵を持っていくんですよね。まあ後半また言うんですけど、この鍵をね、ほんと大事にしない。あ、やべえ、家ミスった。あ、家ミスった。こう家ミ、こうなるとね、もう動けなくなるから。うわ、ミスったな。もうちょっと奥までやりたかったんだけど。まあいいか。まあある程度で。まあ死んだら、また元通りに戻るんでね。まあいいでしょう。とりあえずパワーストーンどんどん取っていこう。で、もうね、左のところももう開けていこうかなと。左のところっていうか、そこですね。あ、画面上で今真ん中の左下ぐらいかな。あそこを押したらもう、相手がどんどん入ってきちゃうんで。けどまあどんどん開けてもいいかなと。もういいと思う。あとはね、レベルがもうちょっと上げればね、ブレイクっていうのがね、できたらもう全部取れるんですよね。ブレイク取れたらこの岩をぶっ壊せるんですよ。そうなるともうめちゃくちゃいいんで、とりあえずもう敵呼んじゃおうかな。うん、どうやって呼ぶこれ。取れねえじゃんこれ、今思ったけど。あ、取れるか。なるほどなるほど。とりあえずどんどん敵倒すか。うんうん、一回レベル上げて、ブレイクがねどれぐらいのレベルで取れるかっていう話なんだよな。動画見てくれた？見た。チャンネル登録をした？した。おお。あ、ってことはもう動画を見てくれた皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。